ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。さてではね、続きやっていきたいと思います。だいぶ、裏で進めさせてもらいました。はい。まあでも道中別に大したものはなくてですね、メタルブラザーズっていうのを一生懸命倒してたくらいですね。さあ、なんかね、この毒沼にはね、ズオーっていうね、やばい奴がいるらしいんですね。ね、まあそういう石碑があった。石碑だけ。うん。さあじゃあ、多分バトルでしょうな。あ、このマグリアは別に悪い子じゃないのかな。SAO にこういう敵いたよな。8人くらい攻略組がやられちゃった相手にいたよね。スカルが。マウリア。でもどっちかっていうとあれだね。モンハンフォード。あー、名前出てこない。スカル、違うな。あの雲なんだっけ名前。うわ、出てこねえや、ごめん。あいつに似てる気がする。ズオー。さあ、勝負と行きましょうか。陽毒中ズオーが現れた。では行きましょう。作戦。全員命令させようで行きたいと思います。行くです。じゃあね、盗んでみようか、まずは。そうですね。まずはスカラだね。トラジオ、キは強化させないとね。ビオリンと。間違えて攻撃にしちゃった。早くスクルト覚えてほしいね、誰かが。スクルト欲しいな。スカラじゃちょっと効率が悪いんだよね。見とれるパターンがあるんだね。一回休みになるのか、次は。まあいいでしょう。スカラ、ミリアワは十分あるから、プラスな。で、ビオリも一回放ってルカニで攻撃。できればこの糸攻撃ずっとやってほしいんだけどな。かまいたち。なるほど。全体に攻撃系か。これまずいな。かまいたちはまずいですね。何回も食らっちゃいけないやつですね。結局盗めてないんだよね。スカラは、かまいたちって物理なんだろうか、どうなんだろうか。ルカに聞くが。たまたまミスっただけか。あ、ちょっと下がるじゃん。オッケーオッケー。これ、あれがあるんで、キラピアスがあるんで、絶対スカラは効くんで、絶対やった方がいいですよね。何を持ってなかったか。あー、スカラで上がったよね、防御力ね。猛毒弾。こいつ、強えなぁ。うん、これはやって正解ですね。ホイミ、トラジャー、ブラース、ベホイミ、ダルの呪文ルカに攻撃。もう一回見とれてくんないかな。ちょっときついよね。よし。二段階下げ完了。かまいたち。オッケーオッケー。これの方が助かるわ。あ、サラリーとかわしたし。絶対こっちの方がいいわ。やっぱり応援だろう。じゃあ、とりあえずコメントでも来てたんで、検証しましょうか。応援での、あとは、とりあえず、ヒアダルコ一発撃ってみるか。で、攻撃と。確認しましょう。どっちがいいか。応援した状態でのミリアの、5上がってる状態での攻撃2回と、攻撃と、ダル自身も攻撃して、ミリアに攻撃しないとき、どっちの方がダメージ量があるかを、今から検証しましょう。合計236な。ミリアに来るのか助かる。主人公は、あれが高いんだって。攻撃値が高いんだって。呪文はないから攻撃と、
回復間に合ってるか。一応ミリアを完全回復しちゃって、ヒャダルコを攻撃で65と、あとミリアがどれくらい食らわすかですね。えぐい。150、うん、多分応援した方が食らってる。20くらい違うよね、多分ね。やっぱり応援した方が攻撃は食らってるよね、ダメージ量はね。思った通りですね。ということで応援にしますが、回復。ここはトラジャだなぁ。で、ベホイミと。で、ヒアダルコと攻撃で。やっぱりね、テンションゲーなんですよ、ドラクエ。エイトからずっともうこれテンションゲーなんですよ。アテンションプリーズなんですよ。テンションゲー、テンションゲー。知ってたテンションゲーだということを。前作やったから。ただ、今回は、主人公が盗賊で、攻撃力が低かったっていうのもあるし、技も大して使ってないんで、技によっては、場合によっては、主人公も攻撃した方が攻撃力高くなるパターンはありますね。多分ね。まあ20くらいの差だったから、場合によってそこら辺は臨機応変ですよね。臨機応変にやった方がいいやつですね。兄貴。悪い生き物。え、そうなの？お、マキナ。ドラクエに今度は人形の話が出てくるとはな。人形に生命が宿るみたいなパターンは今作が初めてじゃない？今まであったかな？あんまないパターンだよね、こういうのはね。こういうのは FF とかに多そうな感じがするな。まあ、あれは人形っぽい生物が出てくるのか。ごめん。今最後話読んでなかったんだけど、お家に帰りますだったかな。多分そうだよね。そういう流れだよね。普通に考えたらね。左リミットで。ここにメタルブラザーズなる敵が出てきてレベル上げできるね。3000くらいもらえるんで。把握した。またここに来ることあるでしょう。サンマーロー、サンマーロー。はい。これで船もらえるのかな？夜になっちゃったけど、あー、これ上からですね。多分船もらって終わりだと思うんで、ここは。羊もメイドも関係なかったですね。果実は無事ゲットできた。だがしかし、お嬢様はもう命が。バーヤ様。行くのかよ。
事お船ゲット。よーし、これで海上の冒険もできるようになりましたね。まあどこに行くべきか分かってないんですけどね。じゃあ船もらって実況も霧のいいところで終わりますかね。今回はちょっと短くなっちゃいますけど、こっち行ってこっち行って、おじいさんと、あざーす。さあ、船の BGM が気になるとこですね。もういつでも神曲だからね、船の時の BGM はワクテカだわ。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。毎日19時に動画更新、3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。